京葉シーバースは、千葉県袖ヶ浦市沖約8キロメートルの東京湾にあるシーバースである。運営主体は、京葉シーバース株式会社。京葉シーバース長さ4 7 0ル、幅5 4ル、水深2 0 5メートル。20万トン級、タンカー2隻の接岸が可能であり、海底下を通るパイプラインによって、京葉工業地域内の4カ所の製油所に、 つながっている。慶陽臨海工業地帯に立地する、丸善石油株式会社、極東石油工業株式会社、出光興産株式会社、富士石油株式会社の石油生成4社は、原油タンカーの巨大化の趨勢に対処するために、十分な推進を有する会場、バースの設置が必要であると結論。タンカーなど、大型船舶の東京湾における航行安全の、 問題などを考慮し、4社共同で会場バースを設置することで意見が一致。この4社合意を受けて、会場、バースの建設協議会を設置し、共同バース建設の経済政党の検討を行い、運輸省、通商産業省、千葉県など行政機関ともすり合わせと調整をし、バースの規模、位置、建設時期、広報等の具体的検討が行われた。 1967年2月、K.O.C. バース株式会社を設立。1968年7月31日に完成した。8月11日に初めてのタンカー、ヒエンマルが起算。ありがとうございます。